私はプロボクサーでこうやって活動してるのも、こうやって参政党から皆さんの前で声を上げてるのも全て意味があるんです。思いだけでも結局何も伝わらないんです。思いがあって、そして自分が目に見える存在になって発信していこう。結局誰が言うかなんです。誰が言うかなんで、それだったら自分が目に見える存在になって、一人でも多くの人に発信して、一人でも多くの人に政治に興味を持ってもらい、まずは選挙に行ってもらいたい。僕がここに立っている理由はそれです。今の選挙の投票率 50% の方が選挙に行ってません。半分の方が政治に対して無関心なんです。誰も興味ないんです。政治で何か変わろうなって思っている人なんかほとんどいないんです。まず政治のあり方を変えていかないと思い、僕は立ち上がらせていただきました。そしてこの 50%、 5割の方、半分の方にまずは政治に関心を持ってもらい、興味を持ってもらい、まずは選挙に行ってもらうこと、まずはそれを僕はやっていきたい。そして現役のプロボクサー、この兄ちゃんが何かやってるわ、何でもいいんです。まず知ってほしいんです。僕はプロボクサーもずっと活動するし、政治活動もこうやってやります。二足のわらじでやることによって話題性も生まれるんです。話題性が出来上がって、一人でも多くの人に注目してほしいんです。賛成と、なんかオレンジ色の人たちが喋ってたな、代々の人が集まってるな、プロボクサーの兄ちゃんなんか言ってたな、何でもいいんです。皆さん、まずは何でもいい、印象に与えたいです。皆さんに一人でも多くの人に知ってもらいたい、覚えてもらいたい、そうやって思い、僕はこうやって立ち上がらせてもらってます。そして僕みたいな人間がこうやって政治に関わることによって、若い子たちも政治に関心を持つようになるんです。プロボクサーの兄ちゃんが何か言ってたな、あの政治って何だろ、あの参政党って何だろ、そして僕みたいな人間が政治家になることによって、若い人たちが俺も政治家になりたい、私も政治家になりたい、そのかっこいい政治家を作っていきたいです。だったら私がかっこいい政治家になって、子供たちに夢や目標を与えて、俺も政治家になりたい、私も政治家になりたいとか、プロボクサーになりたい、そうやって一人でも多くの人たちに夢や目標を持ってもらい、希望を持ってもらい、そして明るく元気になってほしい。まずは僕は政策だったりとか、そういうのもすごい大事だと思うんですけど、まずは一人一人がそうやって生き生きと過ごすことが必要だと私は思ってます。別に夢や目標は大きくなくてもいいです。ちっちゃくてもいい。まずは何か自分に自信を持って誇れるものを持つことが必要だと私は思ってます。そうやって何か一つ持つことで人は変われるんです。そしてそれに自信を持って誇りを持つことによって、自分が前を向くことによって、誰かに応援してもらえるんです。誰かに必要とされるんです。そして人は応援されたり必要とされると、もっともっと頑張れるんです。責任を持てるようになるんです。そして責任を持って人のせいにするんじゃなくて、誰かのせいにするんじゃなくて、今全部自分で選択してそれを選んだんだったら、まずは自分に責任を持って堂々と生きることなんです。人のせいにしたらいけないんです。揚げ足の取り合いをする必要はないんです。今の政治家を見てどうでしょう。揚げ足の取り合い、誹謗中傷、いけないとこ、そんなことばっかやってませんか。皆さんはどうですか。皆さん会社でどうでしょうか。皆さんは社会でどうでしょうか。人のせいにしてませんでしょうか。まずは人のせいにすることをやめないといけないと思ってます。選挙もそうです。なんか政治家やっとるわとか、なんか喋っとるわとか思ってる方もすごい多いと思います。そうじゃないんです。そうじゃなくて、まずは少しでもいいから自分ごとにして、自分で責任を持って関心を持ってやることなんです。今の私はこの無関心社会、無関心の一人一人が、みんなが無関心の、なんかやっとるわ、そういう空気感を作るんじゃなくて、みんなが生き生きと自分らしく生きれるような社会、そういう空気感、そういった社会をまずは作る必要があると思ってます。自分で考えて、自
自分で行動して結果に結びつけていける力、そういったものも必要です。みんな自分自身を生きてほしいです。かっこよく生きてほしい、誇りを持って生きてほしい、自信を持って生きてほしい。皆さんが子供の時はいかがでしたでしょうか。皆さんが子供の時って、バブルの時って日本ってすごい潤ってたんじゃないでしょうか。日本の明るい未来があるなって思って、皆さん今を生き生きと堂々と生きていたんじゃないでしょうか。ただ今は時代が変わってるんです。日本はバブル崩壊後失われた30年と言われてます。そして今は失われた40年に突入したと言われてます。これはでも誰が作ったのって言われたら、ただ我々国民がこういった社会やこういった日本を今作ってしまってるんです。みんなが無関心だからです。政治に対して無関心で一言で何かやってるわ。だったら政治家さんも自分たちの選挙が勝つように、自分たちに投票してくれる人たち、自分たちが都合のいい人たち、そういう人たちが都合のいい政策になっていってるんです。今これが行き過ぎてるんです。我々が政治家さんに無関心であると同様に、政治家さんも我々国民に対して無関心なんです。これを作ったのは政治家さんが一番悪いかもしれません。ただ無関心で人ごとにしてる我々国民や市民も悪いんです。一人一人がまずは危機感を持って、一人一人がこの日本を変えていくんだ、別に日本を変えていく大きいことじゃなくてもよくて、まず目の前の人たちを豊かにしていこう、まずは一人一人がこういった考えを持つことが必要だと私は思ってます。そして私みたいな人間がこうやって目の前で矢面に立つことによって、皆さんに元気や明るさ、希望をどんどん与えていきます。難しい政策っていうそんなんよりも、皆さんにとりあえず勇気を与えます、元気を与えます。